単なるビッグモーター兼重社長の問題では済まなくなりました。安倍晋三のデタラメな態度はもちろん問題なんですが、損保ジャパンの関係が浮かび上がってきました。ビッグモーターの汚物犯罪に、なんと、損保ジャパンが関係しているそうです。損保ジャパンの白川社長が言い訳しています。みんなで聞こうね。大会の監督したというのは、あまりに軽率だったな、というのは、振り返ると、もっと調査すべきであった。白川社長、しかし本当に軽率と反省で済む問題でしょうか。よくわかっていて、悪どい、おぼつのような商売を仕掛けたのではないんですか。日本中の保険ユーザーを敵に回しましたね。